石山全院は、京都市左京区にある、天台宗の寺院。延暦寺の別院の一つ。本尊は、大山福君。京都御所から見て、表鬼門の方角にあたるため、片よけの神として、古来信仰を集めた。拝殿の屋根の上には、御所の東北角、猿が、辻の猿と対応して、御手蔵と鈴を持った猿が安置されている。紅葉の名所でもある。また、 修学院歴史的風土特別保存地区の指定を受けている。改装は任な4年。石山の名は日東蔵縁人に由来する。縁人は当州で滞在した石山北刑院にちなんだ全員の混流を発願したが果たせないままに没した。その遺言により案刑が当の石山にあった道教の神、大山福君を勘定して混流したのが石山社である。 しかし、安永は、上岸十年に没しており、任那四年の創建には、疑問が残る。比叡山延暦寺の千日開放行においては、そのうち百日の間、比叡山からキララ坂を投稿する、石山苦行と称する荒行がある。これは、石山大明神に対して花を供するために、毎日、比叡山中の行者道に媒する山道を攻撃する、ものである。当時は、 明治時代の神仏分離例の後も、神仏集合の形を残したまま現在に至っている。京都府京都市左京区修学院、開墾傍聴18、ありがとうございます。